はい、皆さんこんにちは、ゼコです。それでは今回なんですけども、PayPay ペイペイマップ機能がアップデート。しかし、キャンペーンの時に役立つあの機能がということで、この動画では PayPay ペイペイの話題についてですけども、アップデートで加わった点と、もう一つちょっと残念な点があったので、まあそれも踏まえて大きく二つに分けてサクッとお伝えしていこうと思います。 それでは早速なんですけども、お題の通り本日 PayPay ペイペイのアプリのアップデートがかかりました。主にアップデートがかかった内容っていうのは PayPay ペイペイのマップですね。まあ利用されてる方はいらっしゃいますかねまあ僕自身はスマホ決済の中でも PayPay ペイペイの利用頻度がまあ高い方なので、このマップ自体は結構活用してるとこではあります。そして実際にどんな風にアップデートがかかったのかっていうのをまあ実際の画面を見ながらお伝えします。 それではじゃんということで、福岡県は博多駅を位置してます。そして、主に変更が加わったのはここなんですけども、ペイペイが使えるお店というところですね。まあ、実際ここをタップしたら、 様々な選択するための項目が出てきます。上の項目を見たら、グルメ、コンビニ、ショッピング、居酒屋、薬局、エンタメ、美容院などがありますね。まあ、試しにここのコンビニというところをタップしたら、まあ、博多駅付近のコンビニがずらりと出てきます。まあ、これ意外と便利ですよね。もし現在地からコンビニを探してたりしたら、すぐにペイペイが使えるところも出てくるので、これはまあ、活躍しそうですよね。しかもまあ、コンビニの場合は、ほとんどがキャッシュレッショ者還元の2%のお店が多いと思うので、まあ、このフィルタリング機能というのはまあ、活用できるかなと思います。 次にこのブランドという項目なんですが、今出てるものだと、まあ、東急ハンズ、薬の青木、31ミニストップ、ホカホカテ、松屋、山田電機などですね。まあ、例えばここの東急ハンズをタップしたら、こんな感じにお店の情報は出てきたり、他にも評価するための星をつけたり、レビューを書いたりもできます。まあ、この機能自体はまだ始まったばっかりなので、レビューなどは、まあ、評価なども全然ありません。まあ、ここに関してはこれからな感じですね。そして冒頭にもお伝えしました。残念なことなんですけども、今回のペイペイのマップのアップデート で僕が個人的に役に立っていたあの機能がなくなっていましたそれは何なのかと言いますとまあ実際にペイペイのマップを開いたらこんな風にフリーのキーワードを入力するところがあるんですがまあ、これまでこのようにカフェスペース還元という風に入力をして検索をしたらキャッシュレスショ者還元のお店が一覧で出てきたんですけどもなんとですね今回のアップデートでこれが出なくなったんですよねまあ、ちなみに今出てるのは普通にペイペイが使えるカフェの一覧が出ていますまあこの の僕の動画を見てくださってる方なら結構ご存知の方多いと思うんですけども、まあ元々その検索の方法自体は PayPay ペペの公式に載ってない方法だったので、なんとも言えない感じではあるんですけどやっぱりこう個人的にはショックですね。今回追加されたフィルタ機能自体というのはすごい便利なんですけども、現在開催中の街角 PayPay ペペのお店を見つけるための機能が個人的には欲しいですねペ。PayPay ペの担当者さんもしこの動画を見ていましたらその機能の追加をお願いします。 あと最後に、加盟店さん向けの情報がちょっとだけありまして、ま、今回の PayPay のマップに関連することなんですけども、以前ちょっとあの噂されてたことなんですが、PayPay ストアという機能で、例えばその自分自身のお店でお得な情報やクーポンなどを PayPay のアプリを通してま、流すことができるという、いわゆるその反則ツールのサービスが開始したみたいですね。ま、PayPay でこれまでその還元などはありましたけども、やっぱりこうクーポンというのはちょっと新鮮な感じですね。ま、そんなこんなで今回は PayPay のマップ機能がアップデートしたことについてお伝えをさせていただきました。 まあこのフォローやクーポン機能はまだまだこれからだなと思うので、まあ今後どんな風に表示されるか使えたりするのかっていうのはまあ個人的には楽しみなところではあります。まあぜひですね、まだまだ PayPay のアプリをアップデートされてない方がいらっしゃいましたら、いろいろと試してみるのもいいのではないでしょうかということで、本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。